今日の企画は何でしょうか今日はですね、富士金オフロードコース、山梨県河口湖町ですね、はい、に来てるんですけども、こちらですね、はい、こちら、貸し切りですね。ということで、ちょっとガスってて雨も降ってるんですけど、はい。今日はです、ね、このオフロード系の車を8台持ってきまして、はい、そしてそこに、 すべてクールオリジナルのベルズホイールですね。はい、のオフロード系のラインナップ、はい、装着してますんで、えー、オフロード系の車にベルズのホイールを入れるとこうなりますよという動画でございます。ホイール紹介の動画ってことですね。そうですね。ちょうど今ガスもちょっと晴れてきたので、本当ですね。あ、はい、もう一度振ったら今度見えますよ。あ、本当ですね。はいはい。なんでちょっと早く行きましょうか。あ、行きましょうか。<laughs> もう行きましょうか。ということで。ええ 今前台台後ろでですすねねそう左から手前からいきましょうか、手前からデリカ D5 ですね、こちらはクールのエアロパーツが装着済みと、それからハイラックスですね、そしてジムニーのシエラ、こちらもクールのエアロがついていると、そしてプラドですね、こちらもクールのフルエアロがついている、デモカーとなっています。ね軽自動車台ダイハタフト そして三菱さんのデリカミニ、はい、そしてデリカのオーバーフェンダー付き、はい、そしてランクルの300という形になっています、はい、合計8台ですねでこれにクールオリジナルホイールが全部ついているとです、ね、そうですね今あのシリーズ的には2シリーズ出させていただいておりますちなみにオフロード系のホイールブランドはベルズクロスというホイールブランド名になるんですけど、はい 今2シリーズ出させていただいているので、はい、それをつけてある状態ですねそしてランクル300だけは試作品の、えー、ベルズレーシングホイール入れてあります22インチこれどういう並びというかホイールはどういう区分けになってるんですかそうですね手前の4台が、はいえー、ベルズクロスのクロス6っていうホイールになりますクロス6クロス66本スポークなんですねきっとそうなんですよ、はい、そしてクロスするっていうことで6本のダブルスポークみたいになるんですよ<あ>そして 上段ですね、はい、上段はベルズの DR というシリーズで DR? はいまあディッシュ系のホイールと先にじゃあクロスチックスからいきましょうかはいじゃあシエラちょっと見ていただきましょうかねはいはいこちらはねシエラ専用サイズになります16インチで、はいえー、6J のマイナス5がインストールしてるという感じで、はい、そしてダンロップさんのマットテネタイヤですね、はい、グラントレック MT2 えー、245の7516を入れているという感じなんですけど、この部分だけはブロンズカラーになっているんですね、これが実は、えー、プラスチック製になってまして、はい、このボルト1つで脱着が可能と、ですので、これを外すと、オーソドックスな深いリムの6本スポークのホイールが出てくると、奥でスポーク、そして手前でコンケーブと。はい と根茎部入るんでそしてここは空洞とこれは今これついた状態だったらリムオーバーのスポークっていう感じですよねそうですね大口径に見えるホイールって感じですよねあおっしゃる通りはいでスポーク外すとフカリム系のホイールになるってことですねそうですねこれフカリム系の方見たいですよね見たいですね見たいですよねちょっとあの外しましょうかじゃあ紹介してる間に外しますかじゃああの 他のホイールを見つつ,見つ,つその間にちょっと坂本さんに <laughs> 坂本さん、ちょっと外しておいてもらってもいいですか, <laughs> いいですか実はですんでこのこプレートがなしでも、はい、あの楽しめるっていうホイールになっているのと、はい、それからこのプレートのカラーがですね、はい、実は全8色あるんですよ。でうん、今回、こちらが、まあはい、ブロンズカラーですよね、はい、そしてマットブラック。マットブラック 通常のラインナップは普通にオーダーするとこのマットブラックカラーで届きます、はい、そしてホイールのサイズなんですけども、はい、えこちらが18インチです、18インチの 8J のプラス20ですね、まあ、このハイラックスであったりとか、それからこちらのプラドも同サイズ入れてるんですけども、はい、プラド、そして FJ クルーザー、まあ、こういった車に、まあ、ドンピシャでマッチングできるサイズと。はい これハイラックスとこのプラドってリフトアップはしてるんですか？こちらノーマル車高です。ハイラックスノーマル車高。はい。そしてプラドの方が2インチのリフトアップをしてるんですね。はい。ですねもう少し大きめのタイヤでも入ると思います。そしてこちらこのオレンジプレートもあります。はい。この他にね赤青ピンク白グレーブロンズオレンジ黒ということで8色ですか？ あこれもと,もともと塗装済みなんですかオーダーいただくとこのオレンジとか色,に色で送られてきますそしてね、えー、ここのセンターキャップのリングも、はい、実は同じカラーでアレンジができますですね、まあエアロパーツとかにこう差し色を入れてホイールでこうインパクトを出すというのもありなんじゃないのかなと。はい いう感じですね、うん、でこちらは、えー、ダンロップさんのグラントレック AT5 装着して、はい、245、65、17ですね。はい、そして1日だけリフトアップしてます、こちらの車。うん、じゃあ、ちょっと坂本さんの作業をじゃあ、こちら、外しさせていただくと、はい、実はこういう形の6本スポークなんですね。で、リムがかなり深いです、まあ、こういう形であのアクセントをこう入れて、はい、ちょっと力強いオフロード系のイメージと。はい、そしして外したプレートなんですけど こういう感じです。これ、ネジは内側だけなんですね。そう。あのー、脱着をしやすいようにってことで、1>, はい、1本だけで止めるようになってます。で、実は、ここで引っ掛けるんですね。はい,はいはいはい。この溝に。ちょっとやってみてもらっていいですかはい、いいですよ。そうすると、まず、引っ掛けます。はい。ここですね、溝に。そして、引っ掛けといて、こうして、そしてここで、付属のボルトで止めていく。そうすると、もう動かない。 上の方でででは全然動かないですか動かかかなないいんすすよ。へ<ー>シンプルに乗っていただくのもいいでしょうし、はい、つけていただくのもいいでしょうしこれちなみになんですけど、はい、このジムニーもオリジナルのエアロが付いてるってことですか、はい、そうですねこちらがですねまずこの革命キットなんですけど、はい、このグリルと革命キットは、はい、マーベラスさんっていうエアロパーツメーカーの商品を今回つ、はい、けさせていただきました、はい、そしてその下ですねこのバンパーエアロ、はいはい この,あのチッピング塗装です、ね <laughs> はい、して、そしてこのディフューザーです、はい、こう下からこう反り上がってくるアンダーガード風のエアロですね、はい、そしてこの純正のオーバーフェンダーに合わせて装着するアタッチメント、はいですね、このバンパーとアタッチメントと、このアンダーがクールの商品、そしてね、サイドステップです、はい、シエラのノーマルのサイドステップの上にかぶせてつけるサイドステップで、はい、結構、ワイド感が出るんでね、はい、迫力出ますと。 そしてリアですよ、あの気づいてますす何でかホイールの紹介じゃなくなってますけど、大丈夫ですかいやあのちょうどねいい機会なので、はい熱く肩出していただこうかなと思ってるんですけど、そしてこのリアのバンパーショートカットバンパーですね、そして4本出しのマフラーです、これ車検対応ですから、そしてその下にフローティングディフューザーと、これですね。 こちらはなしでもこのマフラーとバンパーのセットだけでも OK ですのでお好みに合わせてとちょっと速そうなジムニーみたい速そうなシエラみたいなそんな感じですかねじゃあ次ははいじゃあこの上段いきましょうかはい今度はシリーズ違いですはいベルズクロスの DR シリーズということでディッシュデザインになってるんですけどかなり複雑なデザインに仕上げてるのでまずこの2台ですねはい タフトとデリカミニに装着しましたで、デリカミニの方は1日リフトアップしてますで、タフトの方はノーマル車高ですねそしてデリカ、はい、D5 は17インチサイズになりますそしてこちらがね、7.5J のプラス30というサイズになってましてこちらが 5J のプラス45というサイズになっていると、はい ラインナップは15と17だけなんですかそうなんですよ。うん、ただこれからあの6穴ホイールであったりとか、はい、あのサイズラインナップは増やしていく予定です。ちょっとデザイン見ていき,ましょうかいきましょうか。デリカ見に行きましょうか。ま,うまずは。まずこちらですね。15インチになってるんですけど、はい、インセットが軽自動車設定なので攻めれないということで、根経部で見せるっていうよりはやっぱりこのデザインですね。はい、デザインで見せる中で、ただこのエッジをこう斜めにこう落としてるんですね。はい。 斜めに落としてそしてディスクをちょっと立ち上げることでまっ平らだねではなくて立体感出てると、はい、そしてそこにこの六角形に近い穴が開いていたり、うん、ちょっと深淵ではなくですね、はい、ちょっと細長い丸がついてたりそしてここに六角形のデザインを入れてたりという感じになってまして、はい、でここはあえて面を残しますちょっとこうスチールっていうかね鋼鉄感を出すようなイメージで。 えここはあえてえ文字を入れたりとかあそれからデザインを入れることなく面で押さえてるとそしてねカラーがマットクリアっていうカラーで一、はい、回こうポリッシュで天面を削ってですねそこにマットブラッククリアを吹いてるんでちょっとこの透き通るようなあのグレーの、はいはい、光が当たるとね結構ブロンズ系の発色してきてそして光が当た,らん時で当たらないところでは黒っぽい発色をすると。 そういうカラーリングになってるのもこだわりのポイントですね、これがまず15インチ、じゃあこちら、デリカの D5 ですね、はい、クールのオーバーフェンダーついてます、こちらですね、17インチで、ダンロップさんのグラントレック85の245、65、17ですね、オーバーフェンダーで片側9ミリのワイドボディになってますんで、はい、まあちょうどいい感じで収まる、まあ、7 5 j にちょっと広げてるので、タイヤの膨らみを若干抑えるようなセッティングができるっていう。 まあそういういこだわりりのちょっとサイズ感で作ってありますでデザイン的にはこちらの15インチと同じなんですけどもコンケーブっていうかねこのより立体感がすごくついてるとこのエッジ部分から上の方に立ち上げて、はい、そしてだんだんに落としていくという感じになりますんではい、はい、結構こう斜めから振っていただいても立体感があると、うん、こちらのサイズはラブ4とかにもドンピシャーはまりますんで。はい、で最後は 最後ははでですすねねランドクルーザーザ300です、ねはい、はい、いよいよあのー、年末ぐらいからエアロパーツ開発スタートするんですがはい、はい、ホイールの方これは一応試作品になりますベルズレーシングの VRF シリーズもともとリリースしてたのが20インチと21インチがあったんですけど、はい、今回22インチです、ね、にサイズアップして、えー、作っているとでこちらカラーですね、はい、この、えー、ブラックメタルカラーということで、はいえー、こちらは ブラックのクリアを塗装してちょっとこうアルミの素地っぽいようなカラーにしてあるという感じですね、はい、そしてこれ単造なんですよ、はい、単造ホイルなんで、まあ、このように、えー、くっきりとした彫り文字を入れさせていただいているとそしてねもう一色も作ってみました、はい、こちらね、えー、ブロンズ系のクリアポリッシュですね、はい、ツートになってます黒とはい この天面ポリッシュをかけて、えー、ブロンズ系のクリアを吹いてるとこういうイメージですね、はい、で横サイドは黒になってるんで、はい、まあよりちょっとスポークがシャープに見えて、はい、まあ立体的に見えるような、はい、まあそういう感じのサイズになってますねもうランクル300もね、えー、かなり街を走るようになってきたと思いますんで、はい、まだちょっとリリースは、えーま、もう少しかかるんですけども少々お待ちくださいという感じですかね、はい、ということではい ホイールの紹介は終わりましたけどもそうです、ね、8台のご紹介をさせていただきましたということなんですけど、はいえー、クールではですねこういうお車ですね、えー、新車、もしくは中古車をベースにエアロパーツを装着したり足回りをリフトアップしたりそしてこのホイールをインストールした状態でご購入いただけると車ごとですねそういうあのコンプリートカーの販売を得意としておりますので、えー、ぜひ えこういうお車ねオフロード系のお車をお探しの方はお問い合わせいただけると嬉しいですお電話メール等でお気軽にご相談くださいそしてですね今現状このお車お乗りのお客様でホイールをインストールしたいとかそれからエアロをつけたいとかね、まあ、そういうカスタムをしたい方も車持ち込みを大歓迎ですんでねぜひとも、えー、このオフロード系黒缶系のお車のカスタムお問い合わせどんどんくださいということで本日は クールのオリジナルホイールブランドベルズホイールにオフロード系黒缶系のホイールラインナップができましたというご紹介の動画でした。